お疲れ様です。ラットです。今日はですね、マルチの方をですね、久しぶりにやっていきたいと思います。で、今ですね、40位なんですよね。じゃあ落ちちゃって、マジでグロ一桁ぐらいいたんですけど、十何部とかだったかな、ぐらいいたんですけど、ちょっと落ちちゃったんでね。はい。上げたいと思います。で、グロ1位はちょいと遠いんですけど、上の方に、はい、行きたいと思います。で、デッキは、その昨日のね、動画でも紹介したんですけども、僕のただただお気に入りのデッキでございます。はい。で、アウトロームートのスケラなんですけど、最近ラバがすごい多いって言われてて、さらにラバが多かったのに、なんか、そのラバランバーみたいなやつが多かったんですよね。多かったのに、ラババルーンが出てきた、最近。なんで、また空が増えてきて、その空に対して、結構強いんでね、普通に強いのと、あとはペッカとかゴレとか結構大型が今、すごい多くて、ペッカに対して受けが、ちょいとあるのと、あとゴレにもね、そのオーブンがあって、この高火力度もあるんで、止めれるんでね、その重量級とかは結構勝てるんじゃないかなと思いますね。はい。で、あとはなんだろうな、なんでその辺の重量級引ければいいんですけど、あとはもうなんか最近コジョババ入れたデッキばっかり、コジョババしか見ないレベルでコジョババなんですけど、なんかコジョエリポン入りのコジョババ神器と、じゃエリポンがないコジョババのなんかランバーとかマスケとか入ったデッキがあるんですよね。もうなんか最近コジョババしか見ないんですよね。なんでコジョババの受けて一応オーブンとかあるんですけど、ちょっと縦線とかその相手にユーノとかランバーがよくいるんでね、そう縦線とかもう欲しくなるっちゃなるんすよね。そう、最近やばいぐらい、その、下方されたのに、小城ババしかいないんですよね。よろしく。やっとマッチングですね。マッチングするだけでも嬉しいですからね、こっちからしたら。本当に、待ち時間が長すぎて。なるほど。26か?これ、そう、26がちょっときついっすね、このデッキは。一つ言うとくと26きついんですけど、攻めますね、ここで。相手しかも今ウッドサイトから、これ美味しい。あ、ちょっと違う。あー、遅延ホグだ。アイスウィズにポイズンがかかってないのが痛いですけど、いい防衛しますね。相手ファイボか、ポイかロケット。遅延ホグ、久しぶりに見たな。遅延ホグはどうなんだろう。26がちょっときついんですよね、僕が使ってて。ちょっとこれ焦りオーブンですね。ちょいと焦ったっすね。言うて守れたんで悪くないですね。相手の後はスペル次第ですね。スペルがなんだろうな、ロケットとかだったらちょっとやかな。え、早い、回してきた。いや違うか、さすがにね、さすがにまだ回んないっすね。 OK で、これ多分ウッディで、ウッディプラスのスケルトンかアイスイズで防衛されますね。ウッディかな。ウッディやったわ。お、美味しい美味しい美味しい。もう一発。OK。優秀すぎん?これムートで受ける。受けなくていいな。これケツムートでワンチャンロケットくるんですよね。これマジで。いや、いいよ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 。相手アイスイズと多分ライドラとかかな。ワンチャンライディングドラゴン。あー、ロケッティーだった。いやー、うまい。そのシューティングうまいっすね。今のロケットとか意外とむずいですからね。けど、今この相手のロケットによって一気にアド取られちゃいましたね。でも、これで相手のロケットっていうのが分かったんで、立ち回りやすいのありますね。今ロケット打ったばっかで、マスケ、回るか。これポイズンで壊す。なるほどね。なるほどというところで、はい。で、これですね。このムートからのアウトローがすごい強いです。これ枯渇とか使ってる方はよくプリンスから、ケツプリンスからアウトローとかやると思うんですけど、それと一緒ですね。理論上というか、やってることは。やばっ!そんな雑なことすんの?でもこれ相手ポイズンないですからね、普通にきついと思うんですよね。これが。あとはオーブンを置いて、ホグは守るでしょ?あー、いいぜー!もう一発!
にゃーって感じで、ちょっと早めにてか高めに出しとかないと相手のロケッティーヤでねボコられちゃうんで、でここでアウトローからの、まあ、メガゴかな、相手そのメガゴ来るんで当ててあげる。オッケーで、これもうムートが入るんでね、あー止めてきた、うまい、あーうまい、うまい、ムート止まった、俺のムート、あー待って来た、フチル、あー惜しい、フチル、フチル、いけ、かませ、かませ、来た、はいナイス、フチリグッティですね。あともうロケット3発ぐらい、おお、なるほど、それでフォークを通してくる戦法、うまい、こさてワンチューバイ、しかもおしゃれトレーナーとか多分来るから、ほら来たそこまで読んでいくスタイル、オッケーグッティ、あー待って、これはちょっとね嬉しすぎて泣いちゃったやつですね。はい、というわけでいい感じですね、ポチッと、まあ、チャッチいきますか2戦目。まあ、今の遅延スケラはめったに見ない、今の環境初めて見たっすね、新環境で初めて見た、まあすごいですね、そのデッキでここまで来れるのは普通にすごいですけど、やっぱなんであのホグがいるって考えた時に、やっぱ結局今あのさっき話したんですけど、小嬢ババがマジで多いんですよ、小嬢ババ芸人になってるんで今、なんでまあ墓石プラスのアイスイーズの遅延がまあ、その小嬢ババに刺さってるのかなと思いますね。ロケットの意味はそんなわかんないんですけど、普通にハイボーとかポイズンでいい気もしますけどね、まあまあまあ、はい、ってな感じですかね。さあ続いてマッチングかも、マッチングゲーだからこれマッチングすればいいんですけど、マッチングするまでが戦いなんでね、ふーんし、来た、やっと来た、マジでやばい、まあ、やっと来たよ本当に、YouTube 上では一応マッチ時間も多分カットしてるんで、僕がねすぐマッチングしてるかもしんないんですけど、今これね結構ガチで12、3分ぐらいマッチング待ってたんですよね、これこれガチっすから。で動画上ではさっきっていうか、まあ普通にカットしたんで何もないですけど、もう死んでた。もうマッチングしなさすぎて。はぁ、疲れたよ。もうマッチングするまで疲れた、マジで。10分ぐらい待った。12、3分。本当にこれガチで待ったから。本当にマッチングしなさすぎ。やばい。マジでマッチングしなかった。よかったよ、マッチングしてくれて。やっとマッチングした。これやば。高っ。高い高いって感じだな。待って、おかしくなった。マッチングがマジで長かった。やばいよ、マジで長かった。疲れた。疲れた。疲れましたね。っていうことで、相手は枯渇。枯渇の吹き矢入りがちょっとだるいですね。吹き矢プリン、プリンスギャングの、まあ、はい、ロケットかな。どうだろう。まあ、ロケットっぽいけど、まあ、ロケットっぽいよね。吹き矢咲いた後に、まあ、ぶち込んでいきたいよね、普通に。スケロ。これでぶち込んでいきます。しかも、ハイスピーが、アウトロー。あー、なるほどね。で、まあ、バレルは徹底して、あれでいいから。オッケーオッケー、まあ、突進ぐらいやるよっていうな。突進ぐらいやるよ、マジで。で、このままガールは守れる。けど、攻めにつながんないですね。ロケット削りされると、多分、分かってるならロケット削りしてくる。だけど、ロケット削りされるとこっちがやばいんですよね。普通に、吹き矢で全部守られちゃう。だけど、多分、そんな危ないことはあんましてこない気がするんですよね。やばい。これ、さて、やばい。気づいたけど、やばい。いない、受けが。あー、そう。この枯渇相手だと、多分、スケラをしたとて、もう、無限に守られちゃうんですよね。だから、どうしたらいいのっていうのを僕、聞きたいんですよね、これ。これ、マジでさ、マジで勝ち方ないと思うんだけど。これ、勝ち方ないと思うんだけど、マジで。
これだってどう頑張っても入んないよね。ガチの方でこれいじめまであるよ、このマッチング。ちょっとプリン厄介なんで、ちょっとそれ処理する。これ多分突進入んないね。入んな。おいおい、ちょっと待って、これいっちゃやって、あれだな、ワンチャンロケット撃ってきたところを行くのが理想なんだけど、いや無理だよねこれ削れないんだけど、削れないのは多分相手もでも思ってる、相手も思ってるんだけど俺の方が思ってるんだよね。あ、これ、あー、ムーティームーティー勝山さんおや、いやあるぞ、さては、やっちゃったか、これやっちゃった。いやこれでもギャング、え、ギャンギー、うーん、まあ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 、いっちゃいっちゃ成功を、いちいちしとくの大事。ファイスピン飛べ、あー、お前こっち来んなよ、来んじゃないよ。オッケー、でも待って、これ2100、なぜか削れてるよ。いい感じですね、いい感じですね。でマスケッティ、ここでプリン処理してからの左サイド、オッケー。これは打って打つで、バレルキトもメガガール、ワンチャン1回ぐらいなら無視してもいい。あー、あー、これちょいやばい、マジでやばい、普通に削れない。なるほど、これはまあ一応防衛するでしょ、さすがに、さすがに怖いんで防衛する。こうマスケで早急に溶かす、そうするならば右も左もどっこいしょ状態でワンチャン。あー出た、あの、あー、フキアじゃない、プリンだと思う、プリン、あーやばい、フキア来い、カモンカモンカモン、オッケー、いいよ、消える消える消える、オッケーオッケーオッケー。いや待って、これきついな、むずい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 、まだ参るです、まだ参る、お互い参るというか、これあれだわ、俺13分ぐらいマッチング待った末の引き分けだわ、これ、これほど地獄なことないっすよ、みんな、皆さんマジで。あ、出た出た、それ貫通してるってお前、おーい、貫通してるよそれ、おーい、それも貫通してるって、ずるくね、俺もその技やりたいんだけど、やばいやばいやばい、引き分け衆漂い散らかしてるよねマジで。引き分け以外何者でもないよね、こんな延命してくるでしょ、してこんのかー。いや待て、おい、これ気づいた、必殺オーブン削り、隠れてオーブン削り、これこれこれ、バレてないバレてない、バレたー、まあ、バレたけど、あー、そんな感じですね、まあ、これさすがに一気にスケポイで削りくれないから、まあ、しょうがない、僕が13分待って頑張ったマルチは引き分け。ふぅ、やみそうだわマジで、やばくない、これはやばいよね。ってことで、まあ、多分次のマッチングは早いと思うんでね、信じて信じて待ちたいと思うんですけど、まあ、多分そう甘くないんですよね、多分やばい。うーん、まあ、でもあの枯渇は普通にしょうがないと思いますね、多分ロケットあったのかな、わかんないけど、多分どんだけ頑張っても今ので精一杯で削りきれないから、スケポイしても普通に吹き矢でただただ吹き矢ウッドで餌にされて、その瞬間に一気に攻められちゃうとポキッてやられちゃうんでね、なんで、まあ、今のはしょうがない、多分全力で頑張ってもあれには勝てないですね、はい。なんでまあ引き分けてきたことに褒めてあげましょうか。マッチングね、長いんですよね。はい。ということで、まあ、マッチングするまで、まあ、カットすればいい話なんで。長いよー、長い。マッチングしてくれ。信じてる。さっきはね、マジで10分ぐらい待った。もうくたばってたんだけど、今回はマッチングしてくれると俺は信じてる。早く。早く来て。早く来てくれ。長いんだよね。マジで。俺はいつまで待てばいいの？このマッチングというものに。どうしたんすかね、マジで。そんなに一人ない。かそってる、さて。まあまあまあ、マジですね。そう、さっきなんかポキみたいなことを言って、
おでんのみたいなこと言って思い出したんですけど、僕あれなんですよね、高校だな、高校の時に鎖骨を骨折したことがあるんですよね。鎖骨、あの首の辺の、首の下、首の骨、首のちょっとね、あの肩の辺の骨なんですけど、骨折したことがあって、まあなぜ骨折したかっていうと、まあ、僕バスケ部だったんですよね。なんでそのバスケのまあ練習中にそのぶつかってポキッといっちゃってね、やられたんですけど、それいやマジでもう人生でも骨折っていうものはしたことなかったんで、まあ、本当に痛かったし苦しかったんですけど、もう何が苦しかったってね、日々ね生活がやばいんですよ。もう寝ることすらきついんですよね。なんか本当に力が入ったり、力がちょっとでも入ったりすると痛っってなったり、なんか姿勢をねなんか変えたりすると痛ってなっちゃうんで、もう服着替えることすらもう僕にとっては苦でしたね。マジでできないから、もう誰かに協力してもらわないと服を着替えることすら本当にできないレベルで、あ、その時寝るって言うた、寝る時とかもその寝転がれないんですよ。その普通に仰向けでとかうつ伏せ、寝転がることがもう仰向け、うつ伏せなんてもうありえない、絶対無理だった。仰向けですらもうその寝転がる姿勢になることができないなんて言うんだろう、もう寝転そうがれないんですよね。だから寝るときは後ろに、まあ、壁があるじゃないですか。だから壁に持たれてちょっとあのね、寝転がれない状態で寝るっていうような生活をしてたんですよね。だからもう寝るのが苦だったもん。なんか起きてもそんなに寝た感じしないし、そっから立ち上がることも痛いですから、まずもうね本当に辛かった。いてってちょっと待って、いてっていうこのいてっていうのはもう何回も言ったし経験しましたね。鎖骨折るっていう、なんかしかも折れやすいらしいんでね、鎖骨、いやマジでなんか気をつけた方がいいですよ皆さん。鎖骨折るともう苦でしかないですから、本当に無限に痛かった、無限に痛かった。来たー、マッチングやってきたよ、日本の方だ、よろしく、救世主だよあなたは、僕のマッチングの救世主だよ。マジでマッチングしなさすぎてた、本当にやばいですからね。ふーということで、待ってよね、枯渇だけやめて、枯渇だけやめて、本当にやめて、もう一回引き分けだけやね、もうボツにせざるを得なくなっちゃう。違った、よかったよかった、救い救いだわ。と見せかけて吹き合いの枯渇とかだったらもう萎えますね。おー、メガナイティ、メガナイティ、あ待って、今飛ばないようにムート出したんですけど飛ばれましたね。まあ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 、よかったよかった。メガナイト、インドラのスケバレットかな、珍しいっす。あ、ホグだ、メガナイトホグだ、なるほど。これでもメガグだけだと3発入っちゃうんでロリバブしますね。でこの瞬間に逆サイ、あーまあ左はギャングボーイですね多分普通に。うん、なるほど、メガナイトホグか、ホグかってことは、まあ、相手のスペルが分かんないですね、まだ分かんないけど、ロリババだったらアウトローが刺さんないけど、相手がザップだったらアウトローが刺さるんで、アウトロースキラを比較的にやっていきたいんですけど、その際に相手がコウモリとかあるとスキラを結構完封されちゃうんですよね。あ、待って、これ良くない、ファイボでバーンだ、ポイズンか、どっちかでバーンになっちゃう、やばい、甘えた。ふぅ、まあまあまあ言うてね、しゃあないっすね、これしゃあない、しょうがないんで、まあ、しっかり防衛します。もう防衛頑張る。でムートがいい防衛すんだよなマジで。でここはあの相手多分アイゴレギャングとかしかないから、多分アイゴレからのギャングが来ますねこれ。あー、いい防衛ですね。で今ムート入ってるんで多分ここでスケロッときます。そう、このコウモリがきついんですよね。スキャラが入ってくれないんで。まあ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 、一回後ろからで、おお、後ろから来た。俺も後ろから行こうと思ってたら後ろから来ましたね、相手も。これアウトロースキャラで多分普通に強い。てかこれで5打たれるんで、どうせ左。まあそうだよね。絶対打つから、
これでまあ左が入るでしょう。ザップー、なるほどね。スケラプラスの僕はポイズンやっていきたい。今だな。今これスケラ打ってコウモリ来るでしょ。いや出さない、危ない危ない。ポイズン打ってたら4アド取られてたんでね、今のも相手も待ってましたね。多分ポイズン打たれるだろうのマッチからのでしたね。今のうまいですね。分かってますね、しっかり。なるほどなるほど、ファイ。まあでもアウトローがね、優秀オブ優秀。さあこっからカウンターいきたいけど、ここでムート出しちゃうと、あのメガナイト受けされてハードカウンターゲーミングされちゃうんで、ここは捨てですね。メガナイトが来る、いや来ない、やばい、端前メガナイトがやばい。なるほど、あーまあ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 、なるほど。いやこれでもそんなんじゃない、さっきやばいのかな。いやでも言うてだ、オッケー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 や、オッケー。グーグルでワンチャン右攻めるか。いやここで左だ、左行って攻めると見せかけてからの右側にスケラ、オッケー。でここで左側にロリババしてムートを入れる、オッケー。相手はスケラの防衛もしないといけない、オッケー。グーグル、待てグーグルとか言ってる場合じゃない、ふざけんなお前、ふざけんなお前、やばい、ふざけんな、危ない危ない危ない、待って右がやばい。あでも待って、気づいた、あと500、いやえあと400だ、忙しいなこれ。あー待って、同じことしてるよ、え読み今の、これだってメガゴ入るくね、あっ不知れや、もうちょい今のやばくないですか、今の相手のインドロうまくね、今のはやばいっすね。あーそれもやばい、まあけど、あーこの方が美味しい、美味しさの極みですね。でも多分一発殴られるのも嫌なんで、まあスケ裂いて、あとスケポイしたいですね。でもスケポイの瞬間にメガナイト出されるのが嫌なんで僕は、まあやっちゃうよと、やっちゃうよ。まあここで相手はホグ飛ばすしかないですね、道は。だけど多分スケラがもう入ってるんで落ちましたね多分。グッドゲーム、いやナイスゲーム、普通に危なかったですね、危なかった。オッケーというわけで、ちょっとあれですね、1回引き分けがあったけど、まあまあまあ2勝というわけでね、まあ、グロ15位ですね。まあまあでも1位いかないと、1位というか、まあ、上もっと行きたいんで、まあ、次回ですかね、またマルチやっていきたいと思います。というわけでね、このスケラマジで使いやすいし強いと思うんで、よければね使ってみてください。はい、というわけで終わりにしたいと思います。よければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。ではお疲れ様でした。